立川流は、連々と見、連によって創始され、平安時代末期から、江戸時代中期にかけて存在した日本密教の、新言宗の放流。新言立川流とも、新言宗大後波見法院の流れを組む、恵み会、覇者賢称衆や誘拐、法教省などの影響によって、性的儀式を信奉する、名称不明の密教集団と混同されるようになり、風評被害を受けた。 そのため勢力を減らし、江戸時代中期に消滅した。密教には、ケチ脈といって、指定関係の歴史を記録した系図がある。立川流のケチ脈は、第二次如来、混合謀殺に始まり、工房大宿空会を経て、新宮美、源、人志、消防関犬、淳介、元隆史、任格言、定権、昇格、そして、 連年という人物に続く。この連年は、人間が伊豆国に流罪になった後に解明した人物と一般に言われる。連年までは、新言衆大語波見法院の正当な決脈に属するもので、連年によって新たな放流が創始されたと見なすことができる。その弟子神、連というそうで、この人物の詳細は不明だが、柴田健流によれば、 当時天体衆だった苦悩寺の僧であり、最小入道関連とも親しかった可能性もあるのではないかという。本物の立川流は、その血脈に必ず、連年と富、連を含むため、これによって俗に言う立川流と区別することができる。立川流という名称は、少なくとも、権略元年8月25日宇津市の金沢、文庫所蔵。 水町飛行まで要霊を遡ることができる。また、博士屋自筆の人間ケチミ役に、武蔵国立川連年と書かれていることから、立川流の立川とは、武蔵国立川という地名に由来するのではないかと考えられる。新言立川流のケチミ役に連なる著名な層としては、文英四年に金沢流法上市の菩提寺である横浜市商業寺の解散となった深海や、 心理信言宗を建てた大雨などがいる。しかし、俗に言う立川流イコール、彼の報酬団との関わりで、最も著名な信言立川流の僧は、神帝である。立川流の心帝は、受法用人宗の中で、滝二天を祭り独路本尊という性的儀式を、信仰する、名称不明の密教の一派を、邪行と非難した。ところが、これに復元した恵み会、 はじゃ検証集や誘拐、法教省などで、立川流の側が、ドクロ本尊を祀る、邪道法流だったかのような印象操作が行われて、風評被害を受け、また、五代醐天皇の側近の門官も立川流の一人と誤認されるようになった。法教省によって、邪教との汚名を被った後は衰退し、江戸時代中期に消滅した。2000年代に、ドイツの日本学者、 シテファイ・ケックラによって本格的な資料批判が始まり、神言立川流、彼の法集団、門官派の三者はそれぞれに全く関係がない集団であることが明かされた。彼の法集団についてではない、本来の意味での立川流に関する研究は、第五次の学僧の柴田健流らによって初めてなされた。ありがとうございます。